いやもう音楽がものすごく悲しいんだけれど、つら。これまでのあらすじ。仲間を探しながらラムダを目指すアイヌたちは、道中でネゼラというマリオに襲われる。危うく命を落としかけたアイヌたちを助け出したのは、かつて共に戦った仲間、セーニャだった。再びセーニャを仲間に加えたアイヌたちは、神の乗り物について長老に聞くためラムダを訪れるが、美しかったラムダはすっかり変わり果てていた。その時セーニャは、ベロニカの気配を感じ取り、一行は彼女の導きに従い、ベロニカを探すのだった。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで、ベロニカを探しに行かんといかんのよね。うわ、やば。何あれ？どういう状態？めっちゃ燃えんやけど。あ、長老様。命の大樹が落ちたあの日、アイナ様の身にただならんことが起きたことは察しておりました。あの時からベロニカの姿は見ておりません。セーニャの導きに従い、北の方にいるはずの双剣の片場を探してやってくださいませ。あ、びっくりした。夜になったんか。なるほど、なるほど。なに、どっち？どこ？こっち？あ、こっち？違う？ちょっと待って、どこ？こっち？どこよ？ちょ、私には全くわからないんだけど、どこ？こっちの方、なんかくるくる回ってる。戻ってきた。戻ってきたよ。ここは命の大樹に最も近い里だから、聖地ラムダって名乗ってきたけどさ、もうそんな呼び名使いやしないね。私たちにとって一番大事な命の大樹が落ちてしまったんだもの。もう何も信じられないよ。そんなこと言わないで信じて。何かしらを。待って、聖にはどっちの方向を見ていいよった？お姉様。どこや？どこや？こっち？こっち側でいいんすか？全くどこだかわかんないんだけど。この先は何人も立ち入ってはならぬ。聖なる人長老からことづかっております。すいませんが、お引き取りください。私勇者なんですけど、勇者でもダメなの？いやいや、そんなことないやろ。神様許してくれるやろ。だって勇者ですから。こっち？もしかして。この方向か？なんかそんな気がするぞ。こっちやこっち。さあ行くぜ。おや勇士様、この先はただ森があるだけですよ。そういえば、ベロニカとセーニャは子供の時からよくこの先の森で一緒に遊んでいましたね。こっちやな。何もないって言いながらそうやってヒントを与えてくれる。いいじゃないか。静寂の森。きっとこの先にベロニカがいるはず。さあどこに、もっとなあ、ここにベロニカがいるのか？どこにも見当たらないぜ。ここは子供の時から私とお姉様がよく一緒に遊んでいた場所なんです。ここにいると思ったのですが。思っただけ？お姉様、お姉様、どこにいるんですか？何かが現れそうな気配。おーるやん。あら、お姉様、こんなところにいらしたのですね。なんかおかしい。起きてください、お姉様。風邪をひいてしまいますわ。罠。死んでる。お姉様、どうしてしまったの？なんか杖刺さって、なに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 。共鳴し合ってる。お姉様の杖が光っている。それから、アイナ様の手も。アイナ様、お願いです。こちらの杖に触れてみてください。もしかしたら、記憶が見えるかもしれない。そういうやつ？触ってないやん。かざしとるだけやん、それ。あの時の情景が蘇る。どの時？ああ、なるほどね。命の大樹が尽きて生きよる瞬間ね。あ、この時そっか。一緒におったんやっけ。そんな、命の大樹が、このままだと世界が、何？守るために何かしたってこと？この時にベロニカが。違う？何何何何？お、
杖でなんかしとるやん、やっぱり。え、この時になんか力を使い果たしてしまったとかそういうわけでは。早くなんとかしないと、みんなやられてしまうわ。え、大丈夫よね。ちゃんとベロニカ生きとるよね。そういう悲しい結末にならんよね。私はどうなってもいい。みんな絶対に生き延びて、あいつから世界を救ってちょうだい。ほら、何かしらフラグがいっぱい立ち寄るって。せいにゃ、またいつか同じ花元に生まれましょう。アイラのこと頼んだわよ。ほら、なんかもうなんか死んでそうなフラグが。おや、力尽きとるやん、確実に。つらー、なんて言ったんよ最後。これはみんなに見えとんかな、アイラにだけ。みんなに見えとるってことか、この反応的に。ですね。お姉様、私たちを助けるために。めっちゃ幸せそうな顔しとるんやけど。あ、消えた。ベロニカはダメだったの？え、つら。マジか。じゃあベロニカ元の姿に戻ることないまんま、ってこと？ベロニカちゃん、あなた最後の力を振り絞って私たちのことを。くそ。ベロニカ。そういうパターンもあるのか、仲間。若い者ばかり死に急ぎよって。きっと全員集うものだと思ってたんだけど、つら。お姉様はもういない。どこにもいないんですね。これがお姉様の選んだことなら、私は全てを受け止めます。強いな、せいにゃ。お父様と、お母様と、里の皆様にも、きちんとお伝えしなければ。ちゃんと姿見せてあげたかったね。せめて。じゃああの時ベロニカがあれを、ね、なんかせんかったら、みんなは死んどったってこと？やば。一体何をしたんかよくわからんけど、とりあえずなんか救ってくれたわけだね。ベロニカの死は瞬く間に聖地ラムダの人々に伝えられた。そしてその日のうちにベロニカの葬儀が行われることになった。死体のないまんま。世界中の命の象徴たる命の胎児よ。このラムダの血で生まれた若き命が、また一つ散っていきました。願わくば、創建の姉妹の方は、ベロニカの魂が帰るべき場所、命の胎児のもとへ召され、新たな歯として芽吹かんことを。その杖はどうするんやろ。形見として持っておくんかな。てか意外とでかいな。意外とでかいっていうか、ベロニカ、セーニャでこのサイズってベロニカが使うとやばくない？皆様、本日は私の姉、ベロニカのためにお集まりくださり、本当にありがとうございます。姉は、世界中の命を救うために、己の身を顧みず、最後まで勇士様を守り抜きました。皆様、命の大樹のところへ召される魂のため、どうか髪を一房、聖なる日に手向けてくださいませ。髪を一房？房って結構な量、ほら。誰かが死ぬごとに髪の毛あえてせんといかんの。剥げるよ。ベロニカ、私の天使よ。私を置いていってしまうなんて。ベロニカ、こんな別れあんまりよ。あんまりだわ。聖にはしっかりしたもんだけど、ご両親のあの悲しみを解きたら、かわいそうで見てられないよ。でもなんかこの間なんかの話で見たけど、こういうのってなんか、しっかりせんとって思って泣かん方が、後々になってめっちゃ崩れるらしいよね。精神的に。
アイラ様、皆様にお話があります。どうぞ大聖堂の方へお越しください。その代わりなんか先に号泣しとった方が後々さっぱりするらしいよ。大聖堂、あっこか。あ、どうも。先ほど長老様がユイ様に大事な話があると言って大聖堂へ向かわれましたわ。どうか長老様のところへ向かってくださいませ。大聖堂はこちらの階段を登った先ですわ。わかってます。いや、もう音楽がものすごく悲しいんだけれど、つら。はい、到着。お呼び立てしてすみませんでした。実はどうしても皆様にお伝えしたい話があったのです。アイナ様、皆様はもしかすると古の伝承の存在、神の乗り物を求めてこの地へいらっしゃるのではないですか？そうです。なぜそのことを？先日私は胎児の信託と思われるある夢を見たのです。その夢の中でアイナ様とセーニャは何やら白く大きなものに乗って空に浮かぶ不思議な島に降り立っていました。空に浮かぶ島だったって？しかしベロニカの姿だけ見えなかったので、ベロニカの身に何かあったのではとずっと心配していたのです。もうその時点でってことやんね。嫌な予感はしていましたが、まさかこんな時にまで夢が現実になってしまうとは。ですが夢の世界で見たその光景は私にある神話の一節を思い出しました。ケトス、天高く空を駆け巡る神の使い、聖なる調べに導かれ勇者のもとに降臨す。ペガサス？夢に出てきたあの天の島こそイエス様が目指すべき地なのでしょう。そしてそこに導くは神の使いケトス。私は今里中の古文書をひっくり返しこのケトスについて調べております。何か分かったらご報告いたしましょう。まだ分かってないんやね。さあ今日はもうお疲れでしょう。皆様のために宿を用意しておりますので、ひとまず宿屋でお休みくださいませ。その宿というのは一体、とりあえずここから出ればいいかな。ね、お待ちください。今日のところは長老様が用意してくださった宿でひとまず休むことにしましょう。あ、中にあるんですかそれ。先に言ってよ、聞いてないから。こっち方向とかちゃんと言ってよね。あれ外やんここ。どういうこと。あっちは何、どこやったん。裏口。全然そんなの方向がわからんから。え、ここですか。めっちゃ悲しんどるやん。あの一家はみんな仲のいい家族でしてね、ベロニカとセーニャを授かった時は夫婦揃ってお喜びでしたわ。まさかこんな日が来るなんて夢にも思ってなかったでしょうに。ごめんね、私たちのせいで巻き込んでしまって。私はずっと二人がどうして双子で生まれてきたのか考えてきましたが、それはもしかするとベロニカの助けでセーニが生き残ることも命の大事は見越していたのでしょうか。運命とは核も残酷なものです。どっちかが生き残れば勇者は守れる的な、そういう感じ。さあ普通にこの宿屋ってことでいいんかな。あ、どうも。おや勇者様、長老様から話は聞いてますよ。一晩お休みになりますか。はい、かしこまりました。どうぞごゆっくりお休みくださいませ。どこからともなく盾ごとの音色が聞こえてくる。ん？セーニャ？めっちゃ人のこと起こすやん、疲れとるのに。宿屋の中？どこや？てか仲間は？ネオラインやん。どういうこと？みんな起きた？セーニャは子供の時からちょっとぼんやりしたところがありましてね、いつもベロニカの後をついて歩いていました。ユイス様を探す旅に出ると決意したのも、両親を説得したのも、すべてベロニカです。セーニャに魔王に挑む度胸はありませんよ。もうセーニャはユイス様との旅は諦めて、両親と一緒にいた方がいいでしょう。それがあの子のためかもしれません。そんなことお前が勝手に決めるねや、誰やお前。また一つの尊い命が消えてしもうた。どんなにかけがえのない人も、失われる時はあっという間じゃの。悲しいものを見すぎてわしは疲れた。若者を見送る側になるよりも、そろそろ見送られる側になりたいものじゃよ。でも元気にお酒飲んでるんだよね。ベロニカとセーニャは一心同体。
旅に出る前からいつも一緒にいて仲のいい姉妹だった。これからもセリナの心の中でベロニカは生き続けると思うよ。いいこと言うね、おじいさん。で、どこ？外？外なの？ほ。あ、オリアン。マルティナ。まるで空が泣いているようね。エレノア様と最後にお会いしたあの日を思い出すわ。16年前、あなたを川へ落としてしまったあの時から、私はずっと大切な人を守れるように強くなろうとしたの。でも私はまだまだ未熟だったのね。世界そのものを、すべての命を守ろうとするベロニカの方がずっと強かったわ。まあね、自分の命をかけて、とまではちょっとできん、ね。え、他の仲間は？みんな一体どこ行ったんすか？あ、これは老おじいちゃんかな。エレノア、アーウィン、アユナ、そなただけはどうかわしよりも先にこの世を去ったりはしてくれるなよ。いくら魔王の手によって荒廃したといっても、若い者ばかりが死に急ぐ世の中など本来あってはならんじゃからな。いやー、でも若い者ばかりとか言うけど、あれよ、お年寄りも多分同じ数だけ亡くなっとるよ。もしかしたらそれ以上かも。個人のために髪をためけた炎は一晩中絶やしてはいけない掟で、ですからこうして晩をしているのです。屋根とかつけたらいかんもんな。葬儀の時に食台へ手向けると髪は命の大事のもとへ届くことを願い捧げられる個人への最後の贈り物ですわ。捧げる髪の長さは思いの丈の長さ。深く愛し合った恋人や夫婦が死に別れた時はすっかり短くしてしまう人もいるそうです。でも思いの深さとか言われてもね、そこまで言うんやったらもう丸坊主ぐらいじゃないといかんのじゃないね。ベロニカの墓は里の北にある森に建ててあげたいものです。あの辺りでベロニカとセーニは子供の頃よく一緒に遊んでいました。どうかベロニカの魂が安らかなることを。あれ、他の仲間はね、いないんだけど。2人しかいないんだけど、どこ行った、みんな。え、消えた？消えたよ。ね、シルビアさんとかさ、みんなどこにもいないんですけど。どこ行ったよ。こっち？こっち側かい？おうおう。セーニャか。すぐ横やったわ。この世も一つの歯に生まれようとちぎりし、愛おしき片刃の君よ。涙の玉と共に命を散らさん。移ろう時に迷い、おえん時に苦しみ、もがく手がいかに小さくとも、この願い一つが私のすべて。この歌は、イニシエン時代から、聖地ラムダに伝わる悲しき恋の歌。死に別れた恋人を愛おしむ者。神語りの里に、一体誰がこのような歌を残したのかわかりませんが、私は幼い頃からこの歌が好きでした。胎児が落ちたあの日からずっと、私には心残りに思っていたことがあるんです。ねえお姉様、懐かしいな。なんか私とお姉様はきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。せいにはいつもグズだからどうかしら。でもそうだといいわね。せいにゃ、約束して。この先私のみんなに変わっても一人で生きていけるって。この時にもう決意しとったってことかな。もしそうなった時はみたいな。そんな約束できません。お姉様がいなくなってしまうなんて私考えられませんわ。このセリフを後悔しとるってこと？私はずっと後悔していました。あの時約束していればお姉様も安心して天に召されたのではないかと。でも笑っとったよ、大丈夫やろ。お姉様の言う通り、私はグズだったんです。言葉や呪文を覚えるのも、道を歩くのも、何もかもお姉様より遅れていた。まあ妹だからね。双子とはいえ。ですが、まさかこんな時にまで先に行かれてしまうなんて。アイナ様、ごめんなさい。少しだけ、ほんの少しだけ、あなたの隣に泣かせてください。的
結局他の味方はここにおるわけじゃないんやね。ごめんなさい、エラ様。やっと心の迷いが晴れました。お姉様が助けてくれたこの命、精一杯未来へ繋いでみせます。ほら、全然心は強いけん大丈夫。はっ、切った。それは何、手向けるの、ベロニカに。てかこっちの方が可愛い。もう涙は見せません。さようなら。いや、それその辺に散らばるだけやけん。いや、そんなことにならんやろ、確実に。その辺にファサって落ちるだけやと思うけど。髪の毛。めっちゃ可愛いやん。いいね。てか、あんなナイフでザクッと切ってそんな綺麗に切れるってすごくない？普通もっとザンバラになるよね。何？魂？ベロニカの。違う？何？ベロニカの能力がセーニャにみたいな感じ？何？説明を。説明を。この力はもしかして。おお、ほら、やっぱり。ベロニカの力が宿ったんやね。ありがとう、お姉様。ベロニカの呪文とスキルが聖女に継承された。めっちゃ強くなったやん。ね、防御だけじゃなく攻撃もできるようになったってことやろ、これで。お姉様は私に、いろんなものを残してくれました。私はもう迷いません。私はもうしばらくの間、ここで夜風に当たっていますわ。どうぞ宿でお休みになってください。じゃあもうこの後は寝ればよいということかしら。ん？あ、こんなんか、あ。いつの間にか雨が止んだみたい。さっきまで空が泣いているようだったのに、あんなに雲が晴れ渡っているわ。そろそろ宿に戻らなくて大丈夫？じきに夜が明けてしまうから、眠れるうちに寝ておいた方がいいわよ。どれどれ。んてや、もうめっちゃ星も月も出とるやん。いい感じやねん。寝よ。じゃあ、おやすみなさーい。え、普通にベッドで寝ればいいの？下で言わんといかんのかな。寝ます。あ、どうも。お帰りなさいませ、ユウ様。ベッドに戻ってお休みになりますか？なります。かしこまりました。では、ゆっくりお休みくださいませ。はい、おはよう。残りの仲間一体どこにおったんやろ。お、決意新たな聖女が。おはようございます、アイナ様。もう日が昇っておりますわ。今朝長老様が宿屋にいらして、皆様をゼーランダイマネ山頂までご案内するようにと言い出て行かれたのです。先に起きていた他の皆様はすでに山頂の方へ向かわれました。さあ、私たちも回りましょう。大聖堂近くの山道を抜ければ長老様の待つゼーランダイマネ山頂へ行きますわ。へえ。ってことは何？そこまでは普通に二人で行くんですか？そういうことですか？何？どこを通ればいいって言ったっけ？え、あの人死によるよ、大丈夫？あら、せいにあったら随分バッサリと髪を切ってしまったのね。一瞬誰だかわからなかったわ。そんなに印象が違いますか？改めてまじまじと見られるとちょっと恥ずかしいですわ。でも、いつかベロニカと同じ三つ編みにしたくて伸ばしていたんでしょ？あ、そうなんや。ええ、でもいいんです。お姉様とは私の心の中で一つになれたのですから。ね、あの人どんどん死んでいきよるけど、どうした？あれから何も食べてないの？う、ベロニカの葬儀で飲み慣れないお酒を飲んだら気持ちが悪くてずっと立てないんだ。大丈夫かよ。こんな私を見たら、亡きベロニカは一体どう思うだろうか。う、自分で自分が情けない。あ、宝箱や。ちょ、悪いけど、こっち。まあ、こんなあなたをベロニカが見たらきっとすげえバカにするんだろうね。
ベロニカの性格的に。まあでも元気なベロニカが思い浮かぶからいいんじゃないかな。さあ向かいましょうか。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。